作戦時間内に敵機及び敵拠点を可能な限り多く破壊してください。こんにちは、サナエです。こんにちは、ハシルバッフ。出撃する機体を選択してください。今回のマップはニューヤークになります。サナエちゃん、実戦ってのは厳しいっすね。出撃する地点を選択してください。簡単でしたっすよ。はい、視聴者の皆様にはここで解説しておきましょう。先日の模擬戦以来、ラルさんはすでに何戦も実戦を経験しています。しかし召喚左官の部屋ばかりかろうじて30番台の順位を取ったりしていましたが、とても苦しい戦いが続いていたのです。今回は秘密兵器を持ってきたっす。秘密兵器って何ですか？出撃準備完了、発進してください。ラクワン、ハシルバ、出るっす。出撃するぞ、各員。ラルさん、秘密兵器って何を持ってきたんですの？ムフフフフフフフ。教えてくれないんですの？やっちまったっす。登れなくて制圧できないっすよ。おお、ここでも制圧できるんすね。緊急帰投して拠点さんから出撃するっす。指揮官からの指示です。サナエちゃん、秘密兵器は内緒だから秘密兵器なんすよ。確かにそうですわね。では楽しみにしておきましょう。このまま拠点さんの防衛をするっす。一気敵が来ましたね。よし、なんとか落としてみせるっすよ。ラルさん、頑張って。カナエちゃん、やったっす。ラルさん、お見事です。いや、もう一気来てるっす。自軍本拠点 X の防衛をお願いします。こいつも落としたいっすね。ここにいても取られちゃうっすよね。中陸になった上にもう一匹来ちゃったっす。ラルさん、ここは引いた方がいいのでは？自軍本拠点 X の待機位置の残り 50% です。もっと早く止めるべきでしたね。今のは僕が突っ込みすぎたんすよ。いよいよ秘密兵器の出番っす。出撃する機体を選択してください。秘密兵器ってこれのことですね。選択してください。もちろんっすよ。確かラルさん、先日の打者を回した後に強くなるまで初期機体で頑張るっすって言ってましたよね。確かに言ったっすね。でもコテンコテンのパンパンはもう嫌なんすよ。まあラルさんも自由ですし、私としてはゲルググやランをご用意してあげたいくらいなんですけど、現状で即戦力として使える最強機体はラッキャノンですものね。この機体で召喚左官部屋を乗り切るっす。でもラルさん、ラッキャノンって強いんですね。メンタルっすけど、レベル59だから、スペック的には負けてないと思うっす。それと、できるだけ本拠点そばで防衛して、貢献ポイントを稼いでいくっす。なるほど、ラルさん、いろいろ考えて戦っているんですね。まあ、大抵はボーストしてるんすけどね。いけねえ、今ボーストしてたっす。ラルさん、無表情だから、わかりにくいんです。そういえば、サナエちゃん。今日、もう少しで、帰国するところだったっすね。あら、ごめんなさい。ちょっとお友達のところに、行ってたんですの。私の、霊的な頭脳を、お借りしたいとかで。ほっほっほっほ。サナエちゃん、頭いいっすからね。それで、お友達の役に立てたんすか？もちろんです。舞台イベントについてのアドバイスを、私の明確な頭を使って、的確にお答
終わりましたね。ホッ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 。リレー抜き、デッタッス。ロッカは違うんすよ、ロッカは。ヤンさん、ロッケマンって、僕なのでは？いけねえ、またぼーっとしてたっす。お、ジョモンが攻撃してるっすね。真似してるっす。やばい、ダメです。敵もいい発見。最近は電気は増えているから、気をつけろって言われてて、前回は無視したけど、今回は味方と一緒にバイバイするよ。兄貴も言ってた、オーリズム。エースは、ハイバの服用ですね。さっきお話しした、ラスベックのお金持ちね。エースには、どうも見えました。今度はエクザタで、防衛しているっす。なかなかいいっすね。自軍エスキが撃破されました。本当に助かりました。本拠点周りは一段落したようですね。少し前進しているっす。このまま制圧しているっすね。ヤンさん、気をつけて。了解っす。いやぁ、バグで撃たれたみたいっす。制圧まで、もう少しでしたのに。気を取り直して、スリークっす。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。拠点位置を取り返しに行ってくるっす。ヤンさん、お気をつけて。了解っす。結構、出来がってるっすね。上に行くっす。うわぁ、何だったのでしょう。くらいでも死んだのでしょうか。みんなやられちゃってるっすね。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。どうやら拠点は制圧できたようですね。このまま後方から支援するっすね。指揮官からの指示です。
私のお友達もよく支援していますの。そうなんすか。支援はとても大切っすよ。そのこったらジムトレーナーに黄色いプロガンって名前つけてるんですのよ。よっぽどトレーナーが好きなんすね。かわいいですよね。サナエちゃんはその子のことが大好きなんすね。ありがとう。はい、そうですの。でも今はもっと好きな人ができました。その子の名前ってなんて言うんすか。あ、はい、レイムって言うんですの。レイムちゃんすか。いい名前っすね。ちゃん、いい名前。レイムにちゃんをつける必要はないですのよ。それにいい名前だなんてどこにでもいる普通の名前ですよ。そうっすか。初めて聞く名前っすけど。おほほほ。でも私ラルさんのそういうところが。ああ、よく気をつけて。これは私の力だ。先に武器の補給艦が出ていましたね。油断してたっす。後方支援のはずが最前線にいたっす。出撃する機体を選択してください。もう一度出撃する地点を選択してください。レンタル機だからいっぱい使った方がいいですよ。了解っす。僕が取られかかってるっす。あー、ラルさん。うわあ。もっと強い人はいないの。10世紀だから狙われやすいっすね。それはどうでしょうか。10世紀が使えるようになるまで出撃する地点を選択してください。時間かけにくいっすね。出撃する地点を選択してください。漁船さんのダッシュに向かっているっす。そういえばこの機体のダッシュカットって使ったことないっすね。ちょっと試しておくっす。右手に斧持って縛り方でカットをするんすね。なんか変わってるっす。拠点の制圧を優先したまえ。敵の勢いを削ぐんだ。敵がいると思ったらもうやられてたっすね。上から入れ投げているっす。完全にバレてたっすね。やばいっすね。ちょっとやられすぎっす。マーラルさん、気持ち切り替えていきましょう。了解っす。秘密兵器で出るっす。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。本拠点防衛ですね。敵が結構向かってきてるっすよ。ほとんどの拠点を取られてますね。なんか嫌な予感がします。ラルさん、慎重に行動してくださいね。了解したっす。ここからなら予定さんを狙えるんすけど、なかなか切り分かれないっすね。結構発展っす。チャンスですよ、ラルさん。決めてみてるっす。お見事です。
もう終盤です。引き続き慎重に行きましょう。またまた了解したっす。ありがとうございます。拠点後の方も警戒しておくっすね。おっと、ロック置いされたっす。やっぱり、こっちからも来るっすね。ワンさん、敵の戦艦が向かってます。了解っす、霊武器来るっすね。隔月も、入れて割るっす。キャットン、増加してきましたよ。向かい撃ってっす。成功確認。自分本拠点 Z の防衛をお願いします。自分戦力ゲージは残り 30% 以下です。落ち着いたようですね。最後までここで防衛するっす。その前に迫撃弾補給しておきましょう。そうっすね、了解っす。補給完了、防衛に向かうっす。ヤルさん、今のうちにお知らせを済ませてはどうでしょう。そうっすね、視聴者の皆様にお知らせがあるっす。前日のガシャ動画でも言ったっすけど、FGOでグレが部隊を作ったっす。隊長と僕の他に10名程度の部隊なんすけど、部隊員を募集してるっす。サバはフランチェスカ、部隊名は灼熱のマンティッス、隊長の名前はハルツになるっす。僕たちとこの部隊を往復したい方、了解待ってるっす。一緒に楽しみましょう。直接了解申請していただくか、わからないことがあれば隊長まで連絡してほしいっす。ぜひよろしくっす。部隊員の方たくさん集まるといいですね。そして、霊夢からのお知らせがあります。おお、いただきっす。S 連邦の部隊、眠れる森の者たちは、おかげさまで、全員を10名に達しました。現在、数名の方が、病態待ちの状態となっております。ありがとう。皆様のご厚意に、とても感謝しております。とってもフレンドリーな言葉遣いで、霊夢が、話しておりましたので、訂正の上、ご連絡いたします。よし、発見したっす。ミノウスキー優勝。ミノウスキー、またまた優勝。制圧を優先した前、敵の勢いを削ぐ。向こうにも、敵がいるみたいっすね。能力化したようですね。了解っす。次の敵を探すっすよ。攻撃しながら敵を迎え撃つっす。もうすぐ終了時間になりますね。僕は時間ギリギリまで諦めないっす。この上にですか？もういませんね。なんとか、あと一回したいっすね。作戦時間に、残り1分。攻撃で、結果が取れればいいんですけど、なかなか難しいっすね。
乗せないっすよ。うわぁ、順調に任務遂行中です。最後はやられてしまいましたが、ラルさんお見事でした。サナエさん、僕今はっきり思ったっす。やっぱり技術兵器に頼ったらダメっすね。強くなるまで初期隊にこだわって戦うっす。ラルさん、今度の決意は固そうですね。もちろんっすよ。兄貴に負けないパイロットを目指してるんすから。さすがラルさんです。あの激化された機体を回復して試合終了っす。ホワイトベース、急速上昇します。試合は負けちゃったっすね。ジオン広告に栄光あれ。この戦闘の成績報告です。でもダンさん、9位でしたよ。本当にお見事でしたね。十分すぎるくらいの順位っすけど、サナエちゃん、僕決めたっす。兵士としては合格だが、君にはもっと対局を見てもらいたい。1位を取るまで初期機体で頑張るっすよ。ラルさん、それはいくらなんでも無理なのでは。人間諦めたらいけないって兄貴も言ってたっすよ。それでは皆さん、この辺でご視聴ありがとうございました。私、ラルさんにお伝えしたいことがあるんですの。